はい、こんにちは、ハンマーです。今回は水彩でリンゴを描いていきたいと思います。使う絵の具はパーマネントイエロー、バーミリオン、クリムソンレーキ、コンポーズブルー、この4種類を使って描いていきたいと思います。まずは鉛筆で形を捉えていきます。まあ最初なので大まかに丸という感じで形を描いていきます。少しずつリンゴの歪んだ形を捉えていって、で真ん中をへこみを描いていきます。さあ今回筆も3種類、まあ、大きい筆、中ぐらいで、ちょっと小さめな細い筆、この3種類を使っていきます。まずは最初にパーマネントイエローを使って全体に大まかに塗っていきます。乾かしている間に、明るいところをティッシュで消しておきます。これが10分後ですね。これからはリンゴ全体の影の部分を塗っていきます。真ん中あたりから下にかけて影になるので、そこを影として描いていきます。この辺りも時間をかけすぎずに塗り進めていきます。まあ、失敗したなと思っても後で微調整できるので、まあ、気にせずにもう大まかに塗っていきます。まあ、今一番大きい筆で描いていたんですけど、中ぐらいの筆で水だけつけた筆でちょっとぼかしを入れています。ぼかしを入れるとなんかちょっとまあ柔らかい感じになるんですけど、まあ、ただなんかつけすぎて描いてしまうとちょっとなんかにじみが悪化してしまうので、まあ、このあたりもあまりこだわりすぎず、なんとなく真ん中から左上のところにかけて明るく見えていればいいかなという感じですね。今度はバーミリオンを使っていきます。赤い絵の具ですね。まあ、今回も広い面積を塗っていくので、ちょっとたっぷりめに絵の具を作っておきます。水もしっかりめにつけて、ざっくりまずは、まあ、明るいところだけちょっと気をつけて、あとはもう大きくさっと描いていきます。まあ、これなんか塗るときに大きめな筆で筆数少なく塗ってあげた方が、下の絵の具が何度も触っていると下の絵の具が溶けてきてしまうんですね。なのであまり表面を触りすぎないようにして、筆数できるだけ少なく、あまりゴシ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 擦りすぎないように、その点だけ気をつけて描いていきましょう。さあティッシュを使ってちょっとだけその周辺を明るくしておきます。そんなに思ってるも赤みは強く出てきてないですね。今までバーミリオンの色を使ってたんですけど、これからはクリムソンレーキも使って、この2色を混ぜ合わせて塗っていきます。この辺りもなんか塗り重ねていくことでだいぶ赤みが強く出てきます。ここはちょっと難しいところですね。手前のところにリンゴの明るい模様が入ってくるんですけど、そこを塗り残しながら描いていきます。
うん、この辺りもちょっとだけまあぼかすときには水つけた筆で周りを輪郭の方までにじみを生かしてあげます。それで奥の方も色味がついてくるので鮮やかさをつけていって、真ん中のへこみにかけてちょっとぼかすような感じ。ちょっとなんか感じが出てきてますね。まあ、乾くまでだったら色を上から塗って垂らしていくとにじみも、まあ、自然に見えてくるので、こんな感じでちょっとした丸みを表現していきます。まあ、さっきまではバーミリオンだけ使ってたんですけど、影のところだったりとか、あとは場所によってはちょっと深みのある赤みが入ってくるので、ちょっと混色をしながらこれからは塗り進めていきます。この辺りは、まあ、塗り進めながらもう一本水つけた筆でぼかしてあげるとだいぶ丸みが出てくるので、その辺りも併用していきます。手前の明るいところ周辺、そのあたりにも模様のタッチを入れて特徴を捉えていきます。あとは奥のところも形に沿ったタッチですね、それを入れていって丸みをより引き立てていきます。まあ、輪郭のところも塗り残してしまうとやっぱり最初の黄色みだったりとか青みが残ってしまうので、まあ、そこも一緒に塗っていきましょう。さあ手前のところですね、ここもうまーく塗り残しながら縦の曲線を引いていきます。ここはちょっと難しいんですけど、ヘタのところの形、そこを塗り残しながら周りに赤みを入れてヘタを引き立たせていきます。さあ鉛筆の線を塗りゴムで消していきます。これからは下の影ですね、下の影を塗っていってより重さを表現していきます。水気をつけておくことで、にじみを生かせるので、最初に塗った場所がわかるように青い絵の具で色を塗っておきます。影の色味もちょっと冷たい色味がいいかなと思ったので紫みを選んでみました。奥の方に塗り進めるときに少しちょっと色味を変えてみた方がよりなんか絵としての色幅がついてきてより魅力的に感じられるので、まあ、他の色味も混ぜながらにじみを生かして描いてます。ここから進めていくときに気をつけなければいけないのが水分量ですね。水分が多いとあまり濃くならないので、できるだけ水気をちょっと少なめにしながら濃さをつけて塗っていきます。あとは引き続き使う絵の具はバーミリオンとクリムソンレーキをメインで使っていきます。
書いていく時の進め方としては、あまり間を詰めすぎず、形に沿った少し細めのタッチで描いていけるとより感じが出てくるかなと思います。結構水彩描いてると、塗った時と乾いた時とでちょっと色の濃さが変わってくるので、ちょっと気持ち濃いめぐらいで塗っておくぐらいがちょうどいいかなと思います。なので塗った時にちょっと濃いかなと思ってもティッシュとかで拭き取らずに乾くまでちょっとそのまま待ってみると意外といい色で落ち着いて見えたりしますね。影のところにちょっと青みが入った方がより影らしい色味が出てくるので、色味を混ぜながらそのあたりの表現をしていきます。さあ、ちょっとこの置いてあるところ、設置してるところ付近まで模様を塗っていきます。そうすることでちょっと形が全体がつながってくるので、黄色を混ぜていくと、それまでのちょっと紫みからさらにちょっと茶色系の色が出来上がっていきます。さあ、今度はヘタの表現に入っていきます。まずは全体濃いめに塗っていって、塗った後に水だけつけた、かなりもう水気を切った筆で絵の具を取っていきます。水気がないので筆の中に絵の具の水分が吸い取られていきますね。ヘタの断面のところも少し描いていきます。ちょうど手前のところが明るく引き立つようにして奥を暗く、側面のところもちょうど境目のところはちょっと濃さをつけて強調していきます。さあ、これからは、完成に向けてよりちょっと細かい描写をしていきたいと思います。使う色味に関してなんですけど、これも今までバーミリオンとクリムソンレイキを多めに使ってたんですけど、光の当たっているところであれば暖かい色味、特に黄色味ですね、そのあたりを混ぜながら進めます。いろんな色を混ぜすぎるとくすんでしまうので、そのあたりも混色しすぎず、バーミリオンとパーマネントイエロー、この2種類を基本にして塗っていただけると、より発色のいい色鮮やかな光が当たったところの表現ができてきます。ヘタの断面の明るさですね、こちらをちょっと引き立てていきたいので、リンゴの奥の部分、ここをちょっと際まで塗って濃く描いて、より明るさを引き立てていきます。今度は右の輪郭ですね、ここはちょっと色がはみ出てたので水だけつけた筆で絵の具を溶かして取っていきます。
この紙はホワイトワトソンという水彩紙なんですが、結構水つけてこすってあげると、まあ、かなり取れるかなと思いますね。まあ、発色もいいし色も取りやすいので、まあ、万能な水彩紙という印象ですね。ここからさらに、濃く細い線で描写していきます。全体を見ながら、どのあたりが濃いのか見比べていって、全体のバランスを整えていきます。まだ手前の丸みの影の部分ですかね。映り込み部分でもあるんですけど、そのあたりがちょっと弱いので、その周辺を引き続き描写していきます。今度はもう一度、リンゴに落ちている影ですね。ここを塗っていきます。乾くまでにリンゴとの際のところですね、テーブル側に落ちてくる影の方が少し明るくなるので水気を取って明るくしてあげます。今度は設置しているところが、特に濃くなってくるので色を混ぜて、かなり黒に近い色ですね、紫みを使って塗っています。紫みから赤に変化する色でちょっと色のグラデーションをつけています。今度は落ちている影がちょっと大きすぎたかなと思ったので、水をつけた筆で取っていきます。先ほど、だいぶ取れるという話はしたんですけど、やっぱり完全に真っ白にはならないので、少し跡が残ってますね。さあ、これからはひたすら微妙な色を塗り重ねて模様を表現していきます。まあ、青っぽい色とかもちょっと使うことで、輪郭の部分の奥にある感じというか、回り込んでいくという表現をするんですけど、そういうところの輪郭側ですね、そういうところに少し青みを入れたりとか、紫みを入れたりとかしてあげると遠くにある感じが引き立っていきます。より迫力を出していくときに、ちょっとしたこの濃さですね、濃さがあった方がより引き立ってくるので、乾いたらまた塗り重ねて、乾いたらこういうところを塗り重ねていきます。さあ、もう最後ラストスパートですね。これからは、リンゴ表面の点々があると思うんですが、そのあたりを水をつけた筆で絵の具を取っていきます。まずは右側半分を水つけた筆で取っていきます。残りの半分は白い絵の具を使って塗っていきます。どういう違いがあるかっていうのをちょっと、表現の違いですね、それを見てもらおうと思います。透明水彩なので右肩自体は、白を使わずに描いた方がちょっとすっきりした印象になるんですけど、この絵の具を取るのが大変な作業になります。絵の具もだいぶ取れてきたので、これからは白い絵の具を使って点々の部分を描いていきたいと思います。白い絵の具単体だと少し浮いてしまうので、黄色を混ぜて柔らかい色味を作っています。
さあ、もうそろそろ完成です。最後に完成した作品をご覧いただき、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。